ジェシカ・シンプソンはアメリカ合衆国のシンガーソングライター、女優、ファッションデザイナー、テキサス州ダラス生まれ、身長161センチメートル、父は南部バプテスト派の牧師、母のティナは元日曜学校の教師、妹のアシュリー・シンプソンは姉と同じくシンガーソングライター、幼い頃からシンガーソングライターに憧れていたジェシカは12歳の 時に、教会の聖歌隊でゴスペルを歌い始め、同時期に、ミッキーマウスクラブのオーディションにも参加したが、本番で緊張してしまい不合格になる。その後、インディーズのクリスチャンレーベルと契約するが、このレーベルが後に倒産してしまう。夢を諦めかけていたその時、祖母のジョイスが資金を出す形で、デモアルバムを制作。通っていた。 JJ ピアース高等学校を1997年に中退し、アルバムのプロモーションのために父と各地を回る。地道な努力の会があり、アルバムは完売した。その後、専門の弁護士をつけてレコード会社各社を回り、いくつものレーベルからオファーを受ける。そんな中、ソニーミュージックの社長、トミー・モトーラと出会い、彼の前で歌声を披露した結果、即契約となる。 ジェシカはこの時、元オラの、君はこれからその心と歌声で世界を変えていくんだ、という言葉に感動し、契約を決めたという。なおジェシカは、高校中退後、テキサス州の学校が行っている、遠隔教育を通じて、ゼネラルエデュケーショナルデベロップメントを取得している。内は、アメリカ国内での総売上枚数、最高位、アメリカレコード協会認定。ありがとうございます。